皆さんこんにちは、カヨタミのさゆです。本日私は、スイスのチューリヒからお届けしております。今フランスのパリからこの電車 TGV で4時間半かけて、スイスにやってまいりました。で今日はこのチューリヒに、2泊お世話になるんですが、そのホテルにすぐ向かいたいと思います。チューリヒ駅ね、かなり広くてなんかもう改札という概念がないんですよ。ドイツとかオーストリアとかって改札がない代わりに、そのなんかもう自分を信じろ、要は脱北とか自分でやってねみたいな、で代わりに突撃で検察行くからねっていう、でその時に然るべきチケットを持ってなかったりキセルをしてたりすると、あのとんでもないお金を請求されるという、そういうスタイルでございます。えぐいですね。時計だらけだね。なんかやっぱスイスって感じだね。なんか身なりがきちんとしてる人が多いね、スイス。衛生中立国なので私は世界一安全なんじゃないと思っておりますけれども。バーガーキングはどこでも食えるわ。うわーすごい、これチューリッヒ駅渋い、かっこよー。すごくない？なんかずっとあるんだろうね。なんかお城みたい。まるでさ、フランスと違うね。なんか似てるけど違うね。こっちの方がなんかよりなんでなんつーの、重々しいグラーベって感じ、ね。ちなみにね、ちょっと通りの名前は忘れちゃったんだけど、ここら辺がもう全体的にこのチューリヒの有名な通りみたいな感じらしい。だからすごい路面電車も通ってるし、ここら辺にホテルいっぱいあって、なんかそうで、ちょっとまあ値段も上がるんだけど利便性はすごい良さそうだから、私もここら辺で撮った。なんなら6分ぐらいで着く。はい、着きました。ホテルセイデンホフ、ちょっと読み方ごめん分かんないけど、めちゃくちゃ可愛い、すっごい楽しみだった。うわ可愛い。こちらです。おしゃれじゃない、すでに。おお、行きましょう。ああかわいい。ハロー、I'd like to check in please. Check in? Yes, sure. はあ、かわいい。すごい、ドイツ語だ。ここがね、奥がね、朝ごはんだそうな。あ、かわいい、ウェルカムドリンクもありますよ。いただきます。うまい。独特な味。あーかわいい、いいねいいね、いい部屋だといいな。ここ一番高かったから。私が一番今回の旅で楽しみにしていたホテルはここなんです。私お願いします。頼む。あーかわいい、かわいいけど、すごい、入ってすぐに全身鏡です。で裏側には、何これ、ハンガーないやね。ハンガーないけどハンガーっぽいものと、ワイングラスとコーヒーボトルと、あとこういう風に全部お金はかかりそうですけれど、ケトルもあります。あとはコーヒーメーカー、コーヒー類ここですね。このネスプレッソみたいなこのカプセル使ってミルクもありますね。いいじゃん。金庫 と、荷物置き場とですね、冷蔵庫はあるけどこれ多分ねお金はかかるから、でも冷蔵庫はあります。お部屋行きましょう。めっちゃ可愛い。どうかな、どうかな、あっちにもなんかいろいろありそうだけど、ちょっと一緒にあちらに行きましょう。ビューは、うわ最悪、そっちかよ、全然可愛くない、マジって感じのビューですね。全然テンション上がんないビューだわ。まあ空が見えるけどみたいな。お、なんかなんだこのテントウムシみたいなやつは、テントウムシのチョコレートかな、なんかでも可愛いですね。で枕がなんかいっぱいあるよって、で色味は可愛い、で椅子があったり、こちらがお風呂です。お、めちゃくちゃまとまっておる。お手洗いと、シャワールームと、お、
このリチャールズっていうのはフランスのメーカーでしたっけね。いい匂いそうですね。でタオルも潤沢にございます。でこれタオルヒーターで冬場は温めてタオルを使うことができまして、かわいい、かわいいのよ。でなんかここに窓があるのもまたいいですね。何このアヒルといつ使うのよ。面白い。ネイルファイルと、シャワーキャップ、あとコップが2つと、コンディショナーとコンディショナーがここに置かれています。そんなことあるってことは、あ、シャンプーとシャワージェルがいっぺんになってるやつだ。そっちパティンか。でもここのブランドを信じたいですね。いいやつだといいな。で、滝行もできるやつで、シャワーヘッドもあります。めちゃくちゃ清潔かつ可愛い、いいですね。ティッシュがトイレットペーパーの下にあるの面白い。さあ最後にですね、テーブルの上にはなんとウェルカムフルーツが置いてあります。キウイとリンゴとプラムとラフランス、おしゃれやった。充電器周りがもうまだとないぐらい潤沢で一番ありがたいパターンです。でこちらにはお水がボトルで、おお、ボトルでかっ。あ、ディアミスターサイオ、私男の人になっちゃったよミセスなんやが、かわいいですね。お水こんな感じでサービスされてます。よし、アイスがもし必要だったら教えてねって書いてありますけど、結構大きいお水をくれました。で朝ごはん付きです、なぜかここで。お隣さんには、あ、すごい、何これ、めっちゃくちゃいろんなものある。傘でしょ、で紙袋でしょ、たくさんのハンガーに、これ何、このリュックくれんの、前の人の忘れ物ってレベルでリュックサックがありますね。これ何、イラスト、シュースポンジ、シュースポンジ、あと耳栓と、あと裁縫道具、アイロンもあったり靴べらもあって、あとこれ使い捨てスリッパがあります。とっても可愛いプラスチックフリーパッケージング、はい了解です。でこれがあれですね、洗濯物袋、でここ下にも荷物が入れられて、なんとヨガマット、しかもこれなんか持って帰って良さそうな雰囲気あるぞ。すごいな、可愛いですで、ベッドの近くにはこうして、あ、充電器もタイプ C と USB とフランスとかドイツとかで使っている形のプラグもさせます。めっちゃいいじゃん、かわいいかわいいかわいい。景色が最悪だけどそれ以外はめっちゃかわいい。あと暗いなーみたいな感じはありますけど、まあ、2泊お世話になります。素晴らしい、ここフランスでやりきれなかった仕事を全て終えることができた。やった、 Wi-Fi がめちゃくちゃ強くて最高です。しかも静かだし仕事もしやすく、 Wi-Fi が速い、強い、すごい良い。あとリチュアルスっていうフランスかなんかのブランドだったと思うんですけど、カルマっていう香りのアメニティがたくさんあって、すっごいどれもこれもいい香りでめちゃくちゃ良いです。オランダ、オランダ発なんだここ、すごいいい香りでなんかそこにお店もあったので、ちょっと後で見に行こうと思います。よし、じゃあ仕事終了、キュウリヒンの街に繰り出しますか。イエーイ、イエーイ、ゴー。さてもう夕方なんですけれども、キュウリヒンの街を散策しに行こうと思います。乗りたい。さあホテルのお部屋のアメニティリチュアルズに来ました気に入っちゃったんだもん。よし行きましょう。おー、なんかすごい、ね、いい香り。あ、桜、私が多分もらったのここら辺だと思う。シャワーシェルだ、ね、めっちゃ桜って日本語で書いてあるね、めっちゃかわ、アドベントカレンダーすごいな、はい、ホテル隣のスーパーアルディスイス行きます。おー、安心する感じ水、あー、ナチュラーレミディアン、こっちかな、はい、かわいい。スイスもうすでにシュトーレンが売られております。クリスマス本気出しそうだもんね、ここんち可愛いです。
すごい、地下まである大きいこのスーパー、ね、ワインだらけ、さすがです。水のように飲むイメージあるもん。駅に来ました。なんかね、すごい、スイスでもやってんだ。オクトーバーフェストっぽい感じで、すごいよ、みんな伝統衣装みたいなの着てんの。私ミュンヘンに行った時に、そこの本場のオクトーバーフェストにたまたま行った期間がかぶって、本物のオクトーバーフェストに行ったんですけど、マジで老若男女、おばあちゃんとかもみんななんかもう胸ボーンみたいな感じで、あの衣装を着てるんですよ。すごい、なんか、スイスだよここさっき駅に電車降りてから見つけてしまったホットドッグ、わざわざ買いに来ちゃったよこれで 6.2 スイスフランなので900くらいかな。一口食べていいですか、現地に習っていいですか。いただきます。うめえめっちゃ美味しい。なんかすごい並んでたんだよね、あそこね。私たちがぼーっと見たら後ろに列が出たからやばって思って逃げた、うん、あ、ソーリーってゴーヘッドみたいなねめっちゃうまいな。おじさん一人でさ回すのすごいよね。めちゃくちゃ手際良かった日本のあの柔らかいホットドッグも美味しいけど、あ、パンは固めな、うん、硬い。ウインナーはパリッとしてる感じ。うん、ウインナーパリ系。いや、よかったよ。うまっ。結構なんかおばちゃんとかもさ、これワイルドにさ、ハンみたいな感じで食べて歩いてて、もうすげーと思って、スイスはこうなのねと思って意外とワイルド、ちゃんと結構ワイルドだったよね、じゃあ食べつつホテル戻りましょう。ほい、帰ってまいりました。さっきホットドッグ買ってきて食べて、ちょっと部屋にあるフルーツやらないやらとちょっとなんか増えすぎてしまった食べ物を食べて、クイックな夜ご飯といたしました。今からちょっと洗濯頑張りますね。もう中身だけでもちょっと洗濯この部屋の中でやりきっていっちゃおうかなと思います。っていうのも歩いて30分ぐらいかかるんですよ、コインランドリーが。だトラムで12分ぐらいで着くには着くんですけど、正直汗かいてないし、下着だけ変え、中身だけ変えたらいいんじゃねって思いまして、それで行かせていただきましょう。よっしゃっしワイルドだろ。でもそんなもんでいいのは別に知らないから、頑張ります。はい、ということで上がってまいりました。水圧、シャワーの水圧全然問題ございません。ドライヤーの熱全然問題ございません。なんならコンディショナーがついてることによりすっごいふわふわかつ超いい匂いに髪の毛なりました。リチャールズのカルマ超気に入った、めっちゃいい香り。ボディクリームもあるのでもうしっかり塗り込んで寝たいと思います。でも今ね、部屋中が洗濯物だらけなのでちょっとこの画角しか撮れないんですけれども、皆さん今のところ私何の不具合も感じてないので、ちゃんとねチューリヒはね、お金をつむつむしたら快適さをゲットできるというねことが判明されました。というかもう可愛いし立地もいいし、今んとこここ一択なんじゃないって本当に思っております。なんて言ったらアメニティとレセプションの方々もすっごく感じが良くて、しかも超わかりやすい英語で喋ってくれるのでありがたみの極みって感じです。はい、じゃあそんな感じでね、私はちょびっと編集したら今日はもう寝たいと思います。じゃあおやすみなさーい。おはようございます。チューリッヒは2日目、旅を始めてから5日目くらいになりました。今日の天気は晴れー、最高だ。ほんと個人的に9月10月のヨーロッパが一番旅行に適してると思っていて、もうめちゃくちゃ天気もいいし紅葉も綺麗だし、シックな街の感じが紅葉のちょっとこうちょっと物悲しい感じとものすごい似合うというか、クラシックもなんかますます映えるみたいな、ね、感じで、もう本当旅行に適したシーズンだなと思ってるんですけど、にしてもよね、今日は初めてのチューリッヒの街を
もうこれでもかと回りまくり、トラムも乗り、盛りだくさんな Vlog を撮っていこうと思っております。じゃあまずここのセイデンホフのホテルはなんか朝ごはんが必ずつくのかな、それとも私が Booking.com で予約してるんですけど、ジェネアス3って一番いいランクなんですよ。だそれで勝手についちゃってるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、とにかくすっごく可愛いレストランで朝ごはんがついているので、それを今からレビューしに行きたいと思います。行きましょう。朝ごはんです。おー、かわいい。まさかのすごいテラスもあるし、めっちゃかわいいんだけどねえ、なんかさ、これさ、日本のあのあれみたいで、ぼんぼりみたいな。あー、すごい。サラダとちょっとしたドーナツとかもあるし、あ、ヨーグルトとかアサイっぽいのもありますし、フィッシュ、サーモンだ、美味しそう。ハムでしょ、チーズでしょ、すごい、全てある。で、バターもあります、ピクルスも。でこんな感じでここで作ってくれるんだ。わお、すごいいっぱいジャムもある。それ豆、豆どこだか分からない、ちょっと一回食べて。美味しいと思うよ、私はきっと好き。ソーセージ今1個ずつ。え、今日問題ないっていうか、めっちゃ可愛いんだけどかわいい。あ、パンケーキもあります。これは何でしょう。あ、スクランブルエッグだ。さあ、完璧な朝ごはんでございます。あ、Thank you。 どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お姉さんがオムレツ運んできてくださいました。またも私の好きなものたちですよ。サーモンにクリームチーズに、ハムにマスタードに、クロワッサン、ソーセージ、イチジク、ホットラテ、かわいい。じゃあサーモンからいこう。あ、普通のスモークサーモンだね、これは。大好き。いただきます。あー、チーズがー、こうでなくっちゃ。ケチャップ案件。うん、でも美味しい美味しい。あの、ふわふわとかトロトロとかではない、焼き焼き、うん、何食べてもいけるな、今のところ。普段朝ごはんバナナしか食べないけど、食べれちゃうね、美味しくって。いろんなフルーツあった日、粒マスタードが異常に美味しいんだけど。へぇ、まあ、間のごとく粒マスタード、やった、うん、ごまみたい。へぇ、じゃあゆっくり食べます。1日 Vlog 撮っていこう。うわー、めっちゃかわいい。うわー、スイスですって感じ。はい、なんとデデーン、スイスで辛ラーメン。アホか。なんかどぎついクリームパスタとか、なんかステーキとか、揚げたカツとか、なんかちょっと違うとなりましたんで、なんて言ったと、私は麺が食べたかった。それでは行きます、辛ラーメン入れよ。しかもね、ビッグしかなくて、それまたびっくり。ビッグだけにな。それではいただきます。うん、おいしい。安定に辛い。しかしなんか椎茸の風味というか、味と出汁がすごい効いてて、辛ラーメンは美味しいんですよ。最近私本当に辛い食べ物に韓国以来ハマってまして、まさかのブルダックから始まり、蒙古タンメン、赤黒、あと混ぜそばみたいな、焼きそばみたいなやつ、あとは辛ラーメン、あとビャンビャン麺とか、そういった類の辛いものとかも、日本離れてから全然辛いもの食べてなかったので、なんかハマっちゃいそうです。また体が呼び起こされてる。じゃあ気合い入れて食べます。スイスでスイスのチョコレート、オボブレイクっていう、なんかよくいっぱい売られてたやつ、いただきます。なんかスニッカーズみたいな。いただきます。うん、おいしい。スイスってチョコレート有名ですけど、変な味とか一切しなくてシンプルに美味しい、うん。ここのホテル本当に水圧
などなどのあらゆるものがクリアしてまして、とっても居心地がいいんですよ。だけどここはスイス、ヨーロッパなのでめっちゃ香水で石灰水なんですよね。だから髪の毛が割とゴワゴワになるということ、こういうわかるかな、一方化された粒型の小さいあの黒豆ぐらいのサイズのヘアオイルが昨今売ってまして、最近はね、もうね、どこの国に行くのにもね、こういうものをね持ち歩くようになりました。あのボトルだとさ、すごいかさばるじゃないですか。だけどこういう一本化されてるやつだったら意外と液漏れとかもしないし、勝手に空いてるってこともなく、かつ日数分持ってきてさ捨てて帰れるので、すごく便利だということに気づいたのと、やっぱつけるのとつけないのとではね全然仕上がりが違うんですよ。吹きさらしのこのヨーロッパのちょっとなんか冬めいてきた寒い風にも負けずに髪の毛を保つ、そんなねハックを私は覚えましたので、皆さんぜひ持ってきてみてください。アットコスメとかで、あのレジの横とかに200円とかで売ってるようなあのエリプスってやつもいいですし、そう、なんか何でもいいと思う、オイルならで、これを乾かす前にこんな感じで毛先やって、ドライヤーもね、風量がねもう全く問題ないぐらい結構強いので頼もしいホテルですね。ここはチューリヒの中でもザイデンホフチェキラね。じゃあそんな感じで乾かして寝ます。おやすみなさい。おはようございます。チューリヒの朝3日目でございます。旅は6日目ぐらい。今日の天気は、はい、晴れ、ありがとうございます。なんか今7時半ぐらいなんですけど、チューリヒの方がちょい日が昇るのが早い気がしますね。じゃあ準備していこう。さ、今日の朝ごはんです。これがポイントだよ。可愛すぎるよね。全員こうなの。懲りずにサーモンとイチジクと、あとプラムとソーセージとちょっと1個だけパンケーキ、オーツミルクのラテ。よし、じゃあいただきます。最高。あの日本語喋るお姉さんいらっしゃいました。いらっしゃいました。あ、美味しい。アルプロ、オールプロ、なんていうのだあれね。もうスイスソーセージ美味しいよね。うん、はい。シャウエッセンとは全く違くて、うん、ガリッパンはそんなにないんだけど、肉肉しい感じとスモーキーな感じが絶妙で、日本にはなんか陳列されない味、でも味はいいんだよね。うん、問題なく食べられる味、うん、ね、うん、でこのベリーがたくさんあるの最高。おいしい。これスイスのねハニーなんだって。すごい、うん、濃い、ザラザラしてる。なんか逆にって感じ。これが正解なんだって。一つのシーズン冷暗所に置いといたボトルの蜂蜜が固まった時みたいな感じ。うん、いいね、めっちゃおいしい。うん、ゆっくり食べます。はい、ということで、ホテルザイデンホフチューリッヒ滞在期いかがでしたでしょうか。滞在の快適さ、可愛さ、ときめき具合、安全度合い、治安、アクセス、どれをとってもここ完璧だったので、チューリッヒ来る際はぜひ皆さんも行ってみてください。可愛かった、素敵だった、行ってみたいと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもこれまでのフランスのビデオであったり、スイスの Vlog、 あとは世界一周、アジア旅、たくさんの海外旅、サイト旅上がってますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。